よし、今日はライブだ。よし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 。ある日ライブで三味線を弾いてたら、お腹が痛くなってきて、途中でトイレに駆け込んだ。ああもうダメじゃん今日、もうミスっちゃった。今日のライブもう今日のライブダメじゃん。それからというもの、毎回そのミスが気になっていたよ。ああもう毎回同じミスしちゃいそうだよ。ああどうしたらいいんだ。ああやばい、やばい、お腹痛くなってきた。やばい、ちょっとトイレ行ってきてもいいですか。あいいですか。ちょっとトイレ行ってきてもいいですか。あいいですか。ちょっとトイレ行ってきてもいいですか。あいいですか。ちょっとトイレ行ってもいいですか。ちょっとトイレ行ってもいいですか。あ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 いいですか。ちょっとトイレ行ってもいいですか。お客さんの中に小学校の校長先生がいた。だから何ですか。どうしたんですか校長先生、そんなに涙流してどうしたんですか。わしは感動した。今度うちの小学校に来てこの演奏やってくれ。なんでですか校長先生。今の小学校では学校で運行するのがかっこ悪いという風潮がある。それが原因で不登校になる子供たちもいるんだ。そうなんですか。それを打ち破る革新的な、その方だよそれ。本当ですね。それミスも一つの新しい演奏方法になるんだ。またやってくれ、最高だったぜって言ってくれたよみんな、ありがとう。はい、素晴らしい。曲聞きたいな、音が鳴ってるのに鳴っていない曲をね、音と完全に一つになって